瞬で多くの面積を根こそぎえぐり切る。炎の呼吸奥義。素晴らしいぞ、本当にお前は素晴らしい。賞賛に値する。クノカタ煉獄。術式展開破壊殺。教授郎、母はもう長く生きられません。強く優しいこの母になれて幸せでした。まだ刀を振るのか。母上、俺の方こそあなたのような人に産んでもらえて光栄だった。止めた。信じられない力だ。溝落ちに俺の右腕が貫通しているんだぞ。しまった、夜明けが近い。早く殺してこの場を去らなければ。腕が抜け、逃がせない。切らなければ鬼の首を。早く、夜が明ける。ここには陽光が差す。逃げなければ、逃げなければ。絶対に離せん。お前の首を切り落とすまでは。どけ。伊之助、動け。煉獄さんのために動け。けだものの呼吸、一度来ば繋がってやる。手こずった。早く太陽から距離を。ガキは脳みそが頭に詰まってないのか。俺はお前らから逃げてるんじゃない、太陽から逃げてるんだ。それにもう勝負はついているだろうが。あいつは間もなく力尽きて死ぬ。いつだって鬼殺隊はお前らに有利な夜の闇の中で戦っているんだ。生身の人間なら傷だって簡単には塞がらない。失った手足が戻ることもない。逃げるな、バカ野郎、バカ野郎、卑怯者。お前なんかより煉獄さんの方がずっとすごいんだ、強いんだ。煉獄さんは負けてない。誰も知らせなかった。戦い抜いた、守り抜いた。お前の負けだ。煉獄さんの勝ちだ。
もうそんなに叫ぶんじゃない。君も軽傷じゃないんだ。かまど少年が死んでしまったら俺の負けになってしまうぞ。こっちにおいで。最後に少し話をしよう。俺はもうすぐに死ぬ。喋れるうちに喋ってしまうから聞いてくれ。弟の千次郎には自分の心のまま正しいと思う道を進むよう伝えてほしい。父には体を大切にしてほしいと。それからかまど少年、俺は君の妹を信じる。鬼殺隊の一員として認める。汽車の中であの少女が血を流しながら人間を守るのを見た。命を懸けて鬼と戦い、人を守る者は誰が何と言おうと鬼殺隊の一員だ。胸を張って生きろ。己の弱さや不甲斐なさにどれだけ打ちのめされようと、心を燃やせ。歯を食いしばって前を向け。君が足を止めてもうずくまっても時間の流れは止まってくれない。共に寄り添って悲しんではくれない。俺がここで死ぬことは気にするな。柱ならば後輩の盾となるのは当然だ。柱ならば誰であっても同じことをする。若い目は詰ませない。かまど少年、井の頭少年、黄色い少年、もっともっと成長しろ。そして今度は君たちが鬼殺隊を支える柱となるのだ。俺は信じる。君たちを信じる。母上、俺はちゃんとやれただろうか。やるべきこと、果たすべきことを全うできましたか。立派にできましたよ。
死んだ生き物は土に帰るだけなんだよ。ベソベソしたって戻ってきやしないんだよ。悔しくても泣くんだよ。どんなに惨めでも恥ずかしくても生きていかなきゃならねえんだぞ。お前も泣いてるじゃん。かぶり物から溢れるくらい涙出てるし。俺は泣いてる。こっち来い、修行だ。そう、200人の乗客は一人として死ななかったのか。杏寿郎は頑張ったんだね。すごい子だ。寂しくはないよ。近いうちに杏寿郎やみんなのいる黄泉の国へ行くだろうから。